ます。うん。うん。そう、制服ゲット。いっぱいね。あー、りーちゃん、ありがとう。ありがとうございます。なんかね、シー君もね、イベント出るらしいから、無料アイテムね。イベントアイテムは大丈夫だから、無料アイテムをね、みんな流してあげてください。よかったら。出るらしいから。うん。ありがとう。もうね、もやし生活ですよ、もう。今月は。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、シー君はどうなったんだろう。あれ、シー君は、あれ、うん、わかんない、多分ね、うん、ふぅ、すごかったな。いや、本当にすごかった。うん。いや、ちょっとね、酸欠、こんなに力込めたイベントは初めてでした。初めて。今年の1月の小雪さんとの戦い超えた。すごいな。本当に、うん、明日はお休み、多分ね、そうだね、うん、後半戦に強い人集まった、そうだね、前半は女性女の乱で、後半が男の乱かな、男の乱、うん、美味しそうにする、うん、カップルで制服着る、あ、どうなんだろう、いや、どこのカテゴリーに出るかは分かんない、あ、今やってるんだ、あ、みんな、あのね、無料アイテムお願いします、やってるわ。なるほど、あ、すいません。うん。今に、いやー、どうなんだろう。私からはあれじゃない。うん。あー、なに？天然さんと同じカテゴリーなの？うん。天然さんと同じカテゴリー出たの？なあ、まあ、じゃあ、どういうこと？ C 君とタコは同じカテゴリーなの？違うでしょ？うん。あ！ありがとうございます。しんどかった、やっぱ。いやー、もう、めっちゃ、しんどかったですよ。寝なかったん、結局。もう寝ずに、昨日の夜の8時から配信つけてます。うせやん。マジです。よく体力持つよな。俺絶対無理やわ。いや、もう、途中でちょっと酸欠になっちゃって、うんうん。ちょっと30分休憩しましたよ。え、それ配信切って？配信切って。酸欠になって、ちょっとパニックなりそうになっちゃって。うん。いやー、超頑張りました。1000万 P やで、1000万 P。いや、950万 P。950万、でも1000万 P やん、ほぼほぼ。いや、もうここまで行くと思わなかったですよ、ほんと。あー、まあ、競ったからな、ゆまると。うん。うん。いや、ビッグ、すごいな、やっぱ。強いですわ。うん、頭上がりますね、僕。いや。全然。え、天然さん、ぶっちゃけ、うん。どっち予想してました？あー、最初？ぶっちゃけ言ったら、
分からんかった。俺その配信で見たもん、どっちか分からへんって俺。まあでも、私も分かんなかった。でも点差ついたんが160万ぐらい、うん、160万ぐらいついてから今度ユマルにさ、うん、救世主来るかなと思った俺。ワンちゃんスーパーヒーローが。なるほどね。最後まで分からん思ったもん。うん、私も分かんなかった。体力いるな、やっぱイベント。いやー、ほんと私こんなに頑張ったの初めて。初めて。うん、6回やろ、しかもむちゃくちゃ長いもんな。うん、まあ、だから どこの枠見ても、うん、あのユマルに投げるってほとんどの枠、うん、だったから、もう私、うん、私のアンチたちが、うん、畳みかけてくるって思ってたから。うん、気にしすぎ気にしすぎ。いやだからもうこれは言っちゃいけないと思って。そう、うん、あ、寝てあかんもんやん自分で。そうそうそう、畳みかけられるかもしれんと思って。うん、いやー、泣いちゃいましたよ。なんて泣いちゃいましたよ、ほんと。あ、見てた見てた。結構コメント欄で前の、涙にもらい泣きしました。めちゃくちゃ多かったで。え、てめえさんの方に。うん、いやもうほんとに、いや ガチ泣き、うん、ガチ泣きしちゃいましたよ、もう11時半から。まあ今までなかったもんな、うん、いろいろ。ちょっとこのイベント中ちょっとね、めっちゃ不安定になっちゃってたから。おうおう、うん、もうあれ終わってもうあれやろ、だいぶ気楽なった。え、気が楽なった。気が今ですか。うん、うん、いや今なんかそうですね、なんか急に、うん、なんか荷が降りた。もうずっと毎日がイベント最終日だったから。うんうん、そう、今日グースカピー寝れるなんた。グースカピー気失うと思う、マジで。うんうん、昨日のだって夕方に起きて、うん、こっからだからね。あれ昨日の夕方じゃん、一昨日の夕方か。うん、何時間配信するの。え、24時間違いますよ。え、もっとですよ。何時間やってるの。だって今日付が変わって、だから一昨日の8時からやってるってことですよ。一昨日の8時、まあアホやん、もう一昨日の8時から分回したら何十時間今のところ計算すると。みんな一昨日の8時やろ。36ぐらいいってる。え、36時間。36時間ですか。うん、ベルサイユ並みやん。ベルサイユ並みやん。すごいよ、ほんと。新記録、新記録。こんな長時間分回したの。あ、配信時間が。そうそうそう。だからもうだんだんコメントでも何言ってんのか分かんなくなってきちゃって。うん、あ、分かる。あの、出てへんからそれ。え、出てへんから。そう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 。ね、そう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 。意味が分からん。うん。出てへんからな。まあ、頭回らんし、もうね、んで、深夜とかさ、めっちゃきつない。コメント発したんし。深夜とか朝方っていうの、はい、コメント走れへんやん。走れない走れない、イベント中のね、うん、ありがとう配信の頭回れへんやん、あの時間。うん、うん、いや本当ですよ、よかったよ、おめでとう、ほんまに。いやいやいや、俺はもうあの俺はもうあれやで、ハラハラしながら見とったよ。いやだからもう天然さんは、うん、ちょっとあの複雑だったんじゃないですか。めちゃめちゃ複雑ね。うん、複雑だったんですよね。うん、でも天然さん、何ちょっと一言言いたいことがあるんですけど。何、あのゆまるちゃんに頑張れよって LINE してたのに、なんで私には頑張れよって。いや、まゆは言ってくれなかったんですか。まゆはもうあの1位でなんかイベントで集中したからさ。ゆまるも結構あれ、俺ゆまるに送った時あれやで、160万ぐらい差し引かれてる時やで。いや私何も来てないから。いや、送ることよ、なんか。え、なんでトップグループの、うん、あれなのに、って。しかも、杯壊してる、うん。それは別にそんなの変な意味ないで。え、そんな大して変な意味ないよ。あ、違うんですか。うん。ゆまるがもうやる気がする。エコひいきではなく。ないよ、そんなするわけない、俺は。ねえ、まゆさんにいつもお世話になってるの、僕。ナイスも、ねえ、もらってるし。いやいやいや。え、集まってるかな。うちから集まってますか、ナイス。めっちゃ来るかな。めっちゃ来るわな。僕と100列けたみくんで、押しまくってみる。本当ですか？あったあった。
よかったよかった、うん、おめでとうやで、ほんま。いやしばらく出えへんのイベント。え、しばらく出えへんの。いや今月はちょっといいの。今月はちょっと、でもなんかリスナーさんが間違えて2人、うん、何百個もそのシンデレラのアイテムを購入して、あるな、間違えちゃってね、うん、でワンチャンちょっと出ようかな、そのそれためのだけに出ようかなって思うぐらい。本当の銭際は、うん、このイベント終わった後、また出るので。いやでもさ、いや天然さん先月1回しか出てないよね。俺先月1回だけやな。でしょ、うん、いやもう、うちのリスナーがもう死んじゃいますよ、さすがに。だって今まで以上の力を発揮しちゃったから、うん、リスナーさんも、うん、あ、でも今度前でも マンスリーかかってくんで、次んマンスリー、あーマンスリーを意識して、うん、トップ10入りとかにね、うん、メガホンとか、メガホンとかもそうやし、イベントも絡んでくる絶対に。あー、うん、どうなんだろう。まあ、でも1000万ポイントいったらトップ10入りは入れるんかな、基本。いや、余裕でいける。でもその、マンスリーもさ、差があるわけやん、賞金の。うん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 。一番でかいのがやっぱ6と5の差が10万違うからさ。ああ、10万20万のね、うん、だからあの辺やな。どうなんだろう、うん、でもあの、アテネさん、このバトル、あ、うん、このイベントを、あのステージ行っちゃったもん勝ち系。あ、そうな、分かれへんの、うん、それ。え、分かれへん、ステージ行ったらいいの、要は。うん、ステージ行っちゃったもん勝ちで、あとね、うん、ステージ結構倍率がいい。あ、倍率上がるんや、やっぱマジで倍率上がる、うん、え、それステージは緑となんかなかったっけ、あれ。ね、ステージがね、うん、ヤンキータヌキ、ヤンキータヌキがレベル1、うん、ギャルッチちゃんが、レベル2、レベル3が生徒会長っていうのが、この3個のどれかになって、うん、で、まあ、生徒会長が一番いい。メダルのポイントが大きい。あ、そうなんや。ヤンキーが一番ダサくて、で中間がギャルで生徒会長。それに行ったらいい。で、それでアイテムボンボン投げていったら、ワンチャン継続っていうのがあって、うん、継続したら、なんか匿名係長タイムっていうのがあって、またさらにさ、オスパンチやこれ、3分継続でも。たまになんかた、のキツネ先生っていうゾーン、それはめちゃもっと珍しい。え、何回行ったんそれ、キツネ先生。私2回しか行ってない、こんだけ頑張って。2回、眉毛2回なんや。うん、こんだけ頑張って2回だから、うん、それ行ったらもうめっちゃもう、だからその3分間だけで3、40万とかポイント。マジで明日はキツネ枠する、俺じゃあ。キツネ枠。キツネ枠する、明日から。いや、キツネ枠とかじゃなくて、うん、そのキツネ先生モードっていうのがあるの。キツネ先生タイム。うん。それも、本当にもうめっちゃポイント貯まるけど。そうなん。とにかく倍率がいいですよ、さらに。メダルと。もうそこにじゃんじゃん行ってもらっていいやん。そこに力入れて、みたいな。OKOK、分かった分かった。容量分かった。だから、今回、なんか、後半めっちゃ強い人多いから、みんななんかポイント過ごそう。うん、いや、そのほうがいいよ、うん。うん。そんな感じがする。ゆっくり休んでな。ありがとうございます。うん、どこ出てるんですか？俺分かれへん。え？分かれへん。カテゴリーが分かれへん。何やったっけ、これ。これカテゴリーなんだ俺。カテゴリーが。何も分かってないって言ってた。あ、皆さんよかったら天然さんにナイスお願いします。あ、じゃあ やっぱりナイスやめてください。いや、いる。天然さんにナイスお願いします。天然さんに。あ、え、クラン来んの今。いや、いないですよ。あ、来らんの。そう、今ちょっとみんなと、うん、あの、祝杯タイムですよ。祝杯タイムな。俺はもう、こんなね、やっちゃったら。うん、OK。ありがとう、マイル。ありがとうございました。じゃあまたね、天然さん。さん。はい。天然さん、ナイス押して。うん。
久々に、うん、ふうん、ありがとうございます。精神の回恐ろしいですね、恐ろしいですね、お疲れ様です。もっちゃんビッグバンインスカー、もっちゃんありがとうございます。もっちゃんビッグバン、もっちゃん、もっちゃん元気だった？ありがとう、もっちゃんね。ビッグバーン、私、人生で3回目です。人生で3回目。ありがとうございます。もっちゃん、ビッグバーン、ありがとう。お疲れ様でした、本当に。ありがとう。すごいわ、これ。ありがとうございます。いや、もう本当今日は、もう最高な、最高な、もう、あれですよ。うん。うん、本当に最高でした、本当に本当に最高でした、うん、いやー本当にすごかったです。初めて見た。いやいや、これあんまお目にかかれることないですよ。お目にかかれること、天然さんナイスをしてね、みんな天然さんに。まあね、みんなね、本当に眉って配信者に嫌われてるよねとか言われるけど、結構いろんな配信者の人も応援してくれてたからね、本当いろんな配信者、うん、本当になんかあったかかったし幸せでした。すごい大変なイベントでしたけど、DM で、DM、すごい大変な、大変で過酷で悔しかったり、もう悔し涙したりとか嫌な思いしたりとか、みんながね前には投げなくてあいつ応援しようとかね、なんかそういうのばっか、それしか見えなかったからさ、なんかもう消えていなくなりたいなぐらい思っちゃって。人間不信とかね、消えてなくなりたいなって、逃げたいなとかさ、うん、ね、でも私は嫌われてなかった全然、うん、エンディありがとう、うん、エンディありがとう、ありがとう。あとはまあ、イニシャル T のことも許してあげる。イニシャル T のことも許してやるわ。あと12分、この文字あれで終わろうかな。今帰りました。勝てましたね。ありがとう。ありがとうございます。ゲンさん面白かった？ゲンさんうちのバトラーだから。バトル仲間の相棒、一番の相棒だからね、ゲンさん。あ、待って、ひまりちゃんとテネさんが喋ってる。お前のアイクス今これやから。新品3個にして返してこれだな。あのアイコス、あとさ、うちのリスナーさんにさ、何人か給食費と家賃を滞納して投げてくれた人がいるんだよね。なんか元気そうでよかった。今やが前のおかげで成長できる、ありがとうって言ってた。
とんでもないんだけど、とんでもないです。全然とんでもない。もうゆまりちゃん NG ワード解除しよう。もう来ないっしょ、うちのところに。まゆちゃん総合1位おめでとう。そして本当に お疲れ様。新しくマユリスみーちゃんありがとうございます。マユリス増えましたか、もしかして。マユリス増えましたか。ハムハムありがとう。あーね、王子王子本当にありがとう。王子お疲れ様。ねねさっきねずっと呼んでたんだよ、王子って。王子ってずっと呼んでたんだよ。王子ってずっと呼んでたんだよ。ありがとう本当に。なんか王子みたいな人はさ、なんかこう気まぐれそうだから、なんかもう会えないのかなって思ってたけど、なんか気まぐれそうじゃん、お金持ちの人たち、人ってさ、すごい。でもね、あの階段癒されたっていうか、そうだね、うちの枠の感じの緊張感とかもさ、楽しいコーナー作ってくれて、おじありがとう、本当にありがとう。うん、本当にありがとう。うん、そうそう、苦しい時の緊張してる時とかにね、そのコーナー作ってくれてさ、他の人も階段やってくれたりとかね、おじありがとう。ね、授業はちょっとね、漢字がちょっと苦手だった。漢字がちょっと頭おかしくなりそうになったけど、いや酸欠酸欠になった本当。王子本当ありがとう。どこ行ってたの王子。私超泣いてたんだよ、超泣いてたのに。それなんだっけ、サバだ、サバか。コラッシーしてた。コラッシーってなんだ。ありがとうリス、ありがとうございます。コラッシーってなんだ。メッセージ花火、あ、匿名さん総合一の、ありがとうございます。ありがとう。寝ますよ。うん、そうそうそう、あの王子もよかったら、あのプレゼントしたいよ、もういっぱい。本当にありがとう。よかったらね、連絡 DM してね、あの全グッズあげたいぐらいだよ、うん。じゃあ皆さん本当にお疲れ様でした。
ます。本当に本当に3年間配信やってきて一番の成長できたイベントだったし、新記録を達成したイベントで、なんかもっとね強くなれた気もして、リスナーさんとも団結できてね、素敵なリスナーさんにも出会えたし、本当に本当にこのイベントに出てよかったです。ちょっとね逃げ出したくなる、何度もね逃げ出したくなったけど、毎日毎日最終日みたいな感覚でもうしんどかったけど、あー初総合一おめでとう、お疲れ様、あーありがとう特命さん、お久しぶりです特命さん、ありがとう、いや頑張りました、本当にね、本当に配信向いてないって昨日泣いてたけど、本当にみんなと出会えてよかった、配信やっててよかったしね、本当にふわっちやっててよかったなって思います、マジでありがとう、本当に本当にサンキューです、まゆちゃん含めまゆりすなさん皆さんお疲れ様でした、お疲れ様でした、燃え尽く症候群気をつけて、本当だね、いつか強く抱きしめたい、ありがとうありがとうございます、うん、え課金なくったってリスナーだよ、マユリスだよ、課金がリスナーっていう考えはちょっとおかしいけど、うん、ありがとうございます、でゆまりすさんもお疲れ様でした、本当にありがとうございました、ゆまるちゃんと戦って本当によかった、ありがとうね、いつかねゆまるちゃん2人で飲み会とかできたらいいな、飲み会配信ね、この前の今回のねイベントの話とかさ、うん、ありがとうございます、みんなお疲れ様でした、本当にすごい楽しくて辛くて過酷でいろんな感情、もう大ドラマでした、大ドラマ企画でした、大ドラマ、大ドラマでした、ドラマイベントでした、ありがとうございました、みんなお疲れ様、うん、あくまちゃんもありがとう、ありがとうございます、もう気を失って寝ますから、気を失ってさすがにね、さすがのさすがに、いやもう言葉がねあれでしたから、ありがとう、みんなお疲れ様でした、マユリス最強、マユリスしか勝たん、ありがとうございました、マユしか勝たん、ありがとう、みんなお疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、おつまゆです、大好きだよ、あ、ウッキーさんお疲れ様です、おやっぷー。